平方のドロイン居平方町は埼玉県北足立郡にあった町。現在の上尾市南西部にあたる。1955年に上尾町、原市町、大石村、上平村、大谷村と合併し、上尾町となり消滅した。江戸時代から明治時代に荒川の平方菓子がにぎわった、畑作中心の農村地帯であった。上尾市の平方地区にあたる。 平方町は、差し扇村に向けて、南に細長く突き出た部分を持っていた。この内先端部は、合併後の1982年11月1日に、上吉から大宮市に変更になったため、現在では、埼玉市西区の一部になっている。関東平野の中にある、大宮大地の西の端に位置し、西で荒川に面する。西部が荒川沿いの低地で、 東部が大地である。山はない。また、荒川対岸の玄川越し東本塾に飛び地があるが、かつて、この飛び地には、屏部沼という水源があった。武蔵区に足立郡平方寮に属し、平方村、上野村、上野本郷村、両家村、貝塚村があった。このうち、平方村に荒川の貸しがあって、私はを兼ねていた。 南北の荒川水運と東西の揚げを川越管理区路が交差する場所にあり、町並みが形成され、人口は約1300人ほどあった。これは当時の揚げ尾塾より少し多い、清酒、味噌の主工業があった。江戸時代、明治時代の兵法は川沿いの定地で水田を作ったほかは大麦の畑作を中心にした農村地帯であった。平方は、 明治時代になっても続いたが、1883年に鉄道が開通するとこれに輸送を奪われて衰退していった。また、同年に初めてかけられた海平橋は、揚げを川越間の陸上交通を便利にしたが、水運には打撃となった。人口は1876年に平方村単独で1226人。 合併後村を合わせて1823人あり、1915年には3013人に伸びたが、その後伸びは鈍化した。大正時代から1930年代には、養蚕が盛んになり、製紙工場が2つできたが、工場は1923年の関東大震災で壊滅して再建されなかった。1928年に調整を施行したが、人口は、 減少傾向を続けていた。1955年、いわゆる昭和の大合併による合併機運が高まる中、あげお町など3町三村で合併しあげ町となった。合併後、1961年から小規模な工場が立ち始め、1970年頃から高知が減少して住宅が増え始めた。2005年4月1日に平方地区の人口は、 9333人になった。以上出展は、上げを100年史170から172ページ及び186ページ。ありがとうございます。